どうも、愛知です。えー、今、韓国に、えー、来ております。えー、まぁ、あ、YouTuber Creator s っていうね、えー、今年2年目の、えっと、アジアの YouTuber、いろんなね、とこの YouTuber が集まって、まあ、交流会だったりとか、とまあ勉強会ではないですけど、まあ、みたいな感じので、えー、っと、21から、で、明日、今23の夜に撮ってるんですけど、明日帰ります。たら今、ソウルに来てるんですけど、韓国の。 ちょうどね、台風がぶつかるんで、飛行機飛ぶのかなみたいな感じで、それちょっとね、今日、その辺も打ち合わせしたんですけど、まあ、無事帰れるといいな。まあ、これを投稿してる時にはもう帰ってると思うんですけどね。そうです。日本帰ってから話すんでもいいかなと思ったんですけど、やっぱりこう、明日も帰るから、一通りもう全部終わったんでね。そうで、今感じてることを、 こう動画で残したい。自分のためにもちょっと残したくって。で、せっかくならね、自分、みんなにもちょっと見てほしいなと思って。で、少しね、長くなると思います。まあ、思ったままをちょっとダラダラ喋りたいなっていう願望があって。まあ、編集多少入れてるとは思うんですけど。えまあ、よかったらね、お付き合いください。で、まあ、今回、そのね、YouTuber クリエイターサミットっていうのを、まあ、2年目で。まあ、去年は行ってないですけど。で、今年は日本から自分もそうですけど、純不動ですいません。自分と、えー、東海オンエアさん。で、 ウッドで、東海オンエアからは、えっ、ー、と、虫メガネさんと、としみつさんがいらっしゃってて、あとは、水溜りボンドさんが、これはかんたさんだけいらっしゃってて、で、パーオパーチャンネルのお二人と、えっ、ー、と、カズさんですね、と、ポコニャンさんと、えー、あとは、えー、関根リサさんと、えー、木下優香さんと、えっと、川西美紀さんですね。えー、この、まあ、全部ちょっと人数数えてなかったけど、で、えー、参加させてもらいました。 すごいでしょすごいメンツの中にさ、俺いるからね。<laughs> まあそのね、まあなんでかっていうところはまあちょっと割愛しますけど、まあ呼んでいただいて参加させてもらったと。で、一番メインで思ったことはちょっと後にとっておくとして、まず大事なのは、えー、英会話を頑張ろう、配置はい。これ多分ね、後ほどね、数ヶ月ぐらいで多分俺この動画見てると思うんで、配置えっと、英会話頑張ろうか。あのー、 海外のこうね、クリエイター、全部で100人ぐらいのクリエイターの方が今回いらっしゃってて、で、本当に、すごい人が、自分はね、もちろん存じ上げてなかったですけど、さ、今、さっき飯食って、ね、夕食だってあってさ、そう、なんか、その席がさ、日本人クリエイター俺しかいなくってさ、<laughs> みんな英語でやっぱ喋るんだよね、大体がね。やっぱ英語喋れないと全くこう話ができない。で、昨日とかは通訳さん、通訳できる方がね、隣にいてく,たくれたんでできたんですけど、今日いらっしゃらなくてたまたま、 で、一応、まあ、ちょっとは喋れるんで、自分。で、まあ、喋れるんですけど、聞き取りの方がね、結構苦手でね、かなりこう、聞き直して、Sorry みたいな感じで言って、で、あ、単語でなんとか繋ぐみたいな感じで会話してたんですけど、やっぱりね、ちゃんと喋れなきゃダメだ。うん、すごく大事なことだと思う。コミュニケーションっていう意味では。 で、今日の、特に、今、さっきご飯食べたところは、め、前がね、えっと、韓国のクリエイターで、ちょっとエンタメ系の方で、もう登録者が200万超えてる方。で、左前の、えっと、女性、可愛い女性がですね、これは、えっと、タイの教育系の YouTuber の方。で、左がですね、えっと、インドネシアの教育系の YouTuber の方。たまたまね、教育系がちょっと固まったし、で、前のね、その、 韓国の方もね、超絶イケメンのね、私も200万超えてるしで、いろいろ、すごいいい方だったからお話聞きたかったんだけど、そう、ね、そう自分の英語力かなさが招いてることだから、まあ来年とか次回呼んでもらえるかどうかもわかんないですけど、これから先、そのビジネス用語とかね、そこのビジネス英会話なんてそこまでいかなくていいと思うんで、多少コミュニケーションが取れるぐらいは、ちょっと頑張ろうと、ね、配置を、頑張れ、頑張ります。はい でえーとまあ、感じたことなんですけどまず今回自分以外は全部、UU、UM さんなんです自分だけが唯一、UU、UM じゃない人間に参加させてもらっててだってカズさんなんて全員、UU、UM だと思ってたって言ってたからね <laughs> でもみんな皆、えー、さんお話しさせていただいて本当によくしていただきました、えー、正直行く前は、えー、楽しみはあったみんな皆さんお会いしたかった方だったし楽しみはあったんですけど不安の方がもちろん大きかったのね でまあ、そこはちょっとまあ一いいか詳しく話すと不安になった理由ちょっといろいろあったんだけど過去にあったことがあってでもいろいろお話しさせてもらってでまあ本当なんと誰が一番良かったことかないんだけど別にでもね今までは例えばパオパオさんとか特に虫眼鏡さんとかはね対談してみたいなとカズさんもそうだね対談してみたいなってすごい思った方なんだけどなんかねいや思ってる今でも思ってるんですけどでもちょっと変わっ 変わってきましたそこに関してはうーん今、えー、率直に思うことは今やってるこの勉強チャンネルをもっともっと強化していきたい強化っていうのは何ていうのかな、えー、学生のみんなにもっともっと貢献できるチャンネルにしていきたいっていう思いがすごく強くなりましたもともと持ってたものではあるんですけどだから他のことを やってる場合じゃないのかなっていう。でもちょっと極端に考えすぎる癖があるんで、そう、正直今ね、今現地点で言うとサブチャン消してもいいんじゃねえかと思ってるぐらいに、それをやってる場合じゃないよねでも多分ね、そこはいろいろ考え直して、あの、今のね、感情だけで突っ走っちゃいけないところだと思うから、ちょっと変わるとは思うんですけど、でもそんな風に思ってます。まあ一応今日本では、その、 エデュケーションチャンネル、教育系のチャンネルって中では一応登録者とか再生数とかでは一応一番の取らせてもらってますけどなんていうのかな足りないよねうんひとまずはもちろん爆発するようなそう数字の、ね、伸びは見せることはできないと思うので教育系だとなかなか今の日本じゃ難しいとでも、えー、今年中にハーフミリオン五十万人登録者50万人はまず絶対達成しなきゃいけない これは必達だと、自分の中で。で、あの、いろんなお話をさせてもらって、とても、えっ、ー、と、例えばそのクリエイターの方ね、お話させてもらった時もそうだし、その Google のね、その教育系の担当の方と、すごい喋らせてもらったの、昨日。昨日多分2時間、3時間、2時間ぐらいかな、ほんと2人で席座って、女性の方なんだけど、喋らせてもらって、うん、そこが一番感じたかな。 海外だと、そのアジアの他の地域だとね、教育の YouTube っていうのはもっともっと浸透してる国があるの。そう。イン、インドだったかな。えっと、教育系のチャンネルなのに登録者100万ですとか300万以上のチャンネルとかあったりするんだよね。でも日本じゃ考えられないわけよ、まだ。今では。で、もちろんまだまだ YouTube で勉強だったりっていうことも、まあ、マイノリティ、ね、少数派の方に入ってるし、もうね、多分みんなも経験したことあるかもしれないけど、 先生とか、あと、親とか、まあ、自分よりちょっと上の層だよね、とかに話をしたら、YouTube で勉強なんてありえないみたいな、そういったのが、まだまだ日本ではそれが普通になってる。うん、でも、それを徐々に、徐々に変えてきたっていう自負はあるし、なんだろ、7年前、自分 YouTube 始めた時に比べれば、もう大きく変わったとは思ってる。でも、やっぱりまだまだ足りないし、でも、だからこそ伸びしろはいっぱいあるとこだと思ってるの。 うん、YouTube のがエンタメがいっぱいあることが悪いとは思ってないし、それで、それが普通だと思ってる。まあ、YouTube のね、形としてはそれが、それでいろんなことが回ってるものだと思ってるから、それはいいんだけど、でももっともっとその教育っていう分野が強くなるというか、こう、存在感を持つというか、発言権を持つというか、まあ、うまくは言えないですけど、っていう風にしていく。していくのが自分の役目だし、 そういった土壌を耕すじゃないけど、耕して、まあ、まあでもね、他の教育系の YouTuber さんちょこちょこ出てきてるし、出てきてはいるんだけど、でも、やっぱりまだまだ足りないというか、ドーンっていう人は、まあ出てきてないのは現状なので、それが出てきやすくなる。動画を投稿したときに、 そう、自分が、まあ、あいろんな方がそうだけど、自分なんて1年ぐらいはもう中津とばさがずっと続いてて、投稿したって再生回数何十回何百回とか、100回行ったらハッピーだよみたいな時期がずっと続いてて、でもモチベーション持たないんだよね、やっぱりなかなか。難しい、それは。でも、それがある程度さ、教育っていう部位だから YouTube で当たり前になって、で、いろんな方が、他になんかね、例えば俺の授業が分かりにくかったら他の人いないかなって探してみたときに、ヒットしたらさ、 その土壌ができてれば初めて始めた人とかでもポンって数字がいけるかもしれないやっぱそれ数字が出るって一個のモチベーションになるしでそのクリエイターというかまあ教育だったら先生でねいわば先生っていう存在がモチベーション高く授業できたらそれがこうと見てる子どもたちに学生に還元されるから自動的にそのためにはやっぱり自分がもっと突っ走んきゃなっていうのはすごく思いましたはい なので、まあ、それが一番かなでそのためにはちょっと、まあ、順序いろいろ変わっちゃうけどそのコラボの話とかもいろんな方とコラボしたいなって思って今でも思ってる思ってるしでもちょっとなんていうのかな焦ってコラボをしなきゃって思ってた自分がちょっといたの正直言うと、うん、いたけどコラボがさやっぱり YouTube 最近すごい主流なんかすごいんでしょいろいろ うん、でもなんかちょっと違うなんかねいやコラボするっていう多分現実的に多分すると思うんだよね近いうちにまたあるかもしれないんだけどでも意識が変わったというかそのコラボするっていうことに関してそういろんなものが変わってきたようん企業案件とかもそうかな一昨日じゃない昨日か昨日ですねえっ、ー、と昼間えっ、ー、とこれ多分ね 段階をちょっと話す、長くなってるかな大丈夫あやばい、10分超えてるね。許して今回は。ごめんな。あのー、段階をちょっと話すか。えっと、午前、なんかね、こう、あったのトーク聞くのが、いろいろ通訳とか、通訳のね、イヤホンつけて聞くんですけど、確かにね、ちょっとあんまりね、こう、日本クリエイターにとっては、プラなんか微妙かなみたいな話があったわけ、ちょっと。で、結構自由で、 そのね、その後の回出なくてもいいじゃん、みたいなのが許される。結構ね、ほんと自由だのそんなきつきつな回じゃないんで。で、まあまあまあ、みんなでちょっと違うことしよっか、みたいな感じになったんだけど。で、自分は、なんかね、いや、そういうのがね、いいんだよ、いい,い,いんだけど、俺、ちょっとね、どっかでこう引っかかっちゃって、でも、やっぱ残んなきゃダメかな、と思って <laughs>、残、戻ったの。一回、ちょっと、まあ一回は確かに聞く必要ねえかな、と思って、こう出たんだけど、 ちょっと戻ったのねそ<う>なんかやべえや,やべえっていうかみんなで怒られるのもあれだしなみたいなのとかさビビりだからさで戻ったらでそこに木下優香さんだけお一人ちょっとねあの別行動だったんで木下優香さんはねその登壇して話をするっていうすごい大きな役目をなさってたからでそれで帰ってきててで誰もいなかったんで、ねきっとね多分優香さんびっくりしたと思うんだけど人一人で聞いてらっしゃってで、まあ、隣に座らせてもらってそのうにいろお話ししてさせてもらってたから でそしたら、まあ、2人聞いててねちょこちょこ話をしながらであの途中で「優、ま、子、あ、さん多分 LINE が来たのかな?」「買い物行くみたいなんですけど行きます?」って誘ってくれたからなんかみんなで行くと思ったんだよそれをああでもせっかくだし行こうと思っていい機会だしと思ってで、まあ、結局途中で抜けたんだけど <laughs> 最終的に最後の方のちょっとだけもう聞かないで抜けちゃってでそしたらその一緒に買い物行くっていうのがえっ、ー、と、えー、関根リサさんリサさんと えっと、ミキポンさんだけだったの。だから、形としては、リサさん、ミキポンさん、ユウカさんと俺みたいな。えっていう形じゃん。でもさ、なんかもう、お三方は全然いいですよって。あ俺、ほんと邪魔だと思ったから、それほんと。空気も出ないし。でも、全然なんか、いいですよって言ってくださって、その、いいですよの感じが、この気を使ってる感じじゃなくて、本当にいいっていう空気が伝わったから、あ、じゃあ、いい機会だし、もうこんな機会ないしと思って。で、なんかコスメかななんか見に行くって言ってたから、 もういや、ちょっとボディーガードで行こうと思って。関係ないけど、関係ないけどね。もういいやと思って、ついてたら、普通に、えっと、お三方が、その化粧品とかね、なんか3件ぐらい回ってて、それを一緒に行くっていう。もうね、その光景が自分では超笑えるよね。<laughs> 前をさ、もうお綺麗なお三方が歩いてるのを一緒ちょっと眺めててさ、もう中にすげえな、俺みたいなことをやってて、で、まあ、普通に買い物付き合って、付き合ってからね、付き合わせてもらって、でその、ツイッターでちょっと上げたんですけど、 韓国にそのあの今あれから原宿とかでもあると思うんだけどなんかメロンがねドーンってなってるかき氷っていうかね有名なのがあってその店が近くにあったから行きましょうよってなってで行ったんですよで普通に4人で座って4人で4粒のかき氷を頼むっていうそうで食べてたのでそ,のそこで話をいろいろしててで何時間多分2時間1時間半から2時間弱ぐらい多分話したと思うんだけど 本当にいろんな話を。なんかね、いや、多分自分が感じただけかもしれんけど、すごく喋りやすくって、割と、なんだろう、ほんとざっくばらんに、気を使った上,上辺の話だけじゃなくて、普通に結構いろんな話をさせてもらったのね。で、まあ、女性クリエイター3人だからさ、女性クリエイターも、本当に、優香さんなんて、ね、女性クリエイターは日本トップだし、 で、ね、美容もみきぽんさんもりささんも美容系だったらもう日本トップなわけじゃんトップクラスのさ、方ででそういうところを、まあ、走ってる方たちの話を聞いてまあその前の日のさ初日の飲みとかでも結構あの文慶さんとね喋らせてもらったりとか勝さんと喋らせてもらったりとかしてて、まあ、正直もうちょっと世界が違うわけ今の俺と一緒に行かせてもらってるけどもちろん 登録者の数とか数字の面もそうだし、まあ、収入もそうだと思うんだけどもういろんなことがやっぱり違う感覚にしてもねそうだけどやっぱり自分は女性クリエイターっていうのはやっぱ自分が男なのもあって分からないけど女性クリエイターの悩みとか葛藤とかそういった部分もお話を聞かせてもらったりとかしてでそのお三方優香さんとりささんとみっぽんさんがすごく YouTubeYouTube YouTube に対してっていうか仕事に対して すごく真摯に向き合ってる。そう。ちゃんとしっかり考えてね。適当にやってないし。自分が楽しければいいや、みたいなことで、ちゃんと周りを見て、向き合ってる。うーん。なんか俺、ここ最近って、今年入ってからさ、YouTuber の、なんか闇というかさ、ダメダメなとこばっかりして、いろんな話を聞いてたからさ、結構慣れてて、それに。でも、 まあいろんな面は人にはあるからもちろんねそのダメな部分を持っててもいい部分もあるってもちろんその多面的に見なきゃいけないのは分かってんだけどでも女性 YouTuber とそういう話をしたこともなかったからそのお三方がすごくそういった面を話してそれを感じてそれがすごく良かった俺の中ではもちろん具体的な話は絶対言えないし自分がそこで話した話でも絶対言えないんだけどここではでも本当に、ね、あの時間はすごく貴重でもうなんか変え,変えがたいというか あの時間のためにここに来たんじゃないかと思うぐらいにありがたかった時間でしたね。で、まあその日の夜がその先で Google グーグーの社員さんと話をさせてもらったので、2日目が特に濃かったかな。そう、3日目は今、ち今日3日目で、ね、ちょっと、まあ日本、家具来る前に風邪ひいちゃって、で、病院のさ、医者の薬もらって今持ってきてるんだけど、結構飲んでんだけど、ちょっとやっぱ今気が抜けたんだよ、3日目ね。 あのね、体調悪くなっちゃって。で、今、本当はこの撮ってる時間はパーティーがあるんですよ。まあ、これあの、自由参加なんで行かなくても良か,かったから、それちょっと断って、部屋に戻って今動画撮ってるんだけど、まあ、そんなこんなな韓国でした。まあ、悔しい、悔しいというか、思いもいろいろあるんですよね。やっぱりまだまだだし。うーん、全然足りないもんやっぱりここに、 参加させててもらってることを誇りに思わななきゃいけないけけんだけどでもやっぱそこに思うぐらいのやっぱり物がまだない自分には自分のチャンネルにはとはやっぱ思うところが強いですだからといって別に卑下してるわけではなくてねこんなチャンネルなんてとは思ってないそれはみんなが使ってくれてるみんなに失礼だから自分が授業を取ってることもこのチャンネルを作ってること運営してることも誇りに思ってる自分は自信を持ってるそこに関してはでもやっぱりもっとすごい方がたくさんいらっしゃるのは事実 日本ででもも世界でも、うん、まあそういった方と触れ合わせてもらっていろんな意味で感化されたのは本当に事実なので、うん、ひとまず、まあ、なんだろうな日本一の、まあ、勉強チャンネル今のは数字で言うと一応日本一は取れているとは取れてはいるんですけどでもなんかもっとですねもっともっと突っ走ってい、うん、かなきゃなっていうのは思います。 いろんな方が出てきてほしいなっていう気持ちがすごい強くてなんかそういうこと協力できないかなっていうのもあったんですけど自分が突っ走ることが今は大事かもとすごく思ったので、えー、これからいろいろ変化するかもしれない今いろんなこと考えててあれを始めようとかあれをなくそうとかこのチャンネルをこう変えていこうとかっていう結構いろんなアイデアが出ててただそれは急に始めてしまうと失敗することもあるので だからもしかしたら今使ってるみんなにとってえぇ、ー、それ変えちゃうのとかいうことが出てくるかもしれないですけど考えた末に一応やっていくことにある、うん、やってた分やっていくことなのであのついてきてもらえたら嬉しいです、はい、みんながこのチャンネルで勉強してることを、まあ、誇りに思うとまわは言わないですけど、うん、勉強してよかったってこのチャンネルで やあることとで勉強してよかったとそれはね胸張って思ってもらえるようなそういうものをちゃんとねこれからも,もっともっと作っていきますのであの今後もどうぞよろしくお願いします。はい、という感じで多分結構話しちゃったよね20分ぐらい久しぶりに話しましたねうんまあ編集でちょっとカットしてるかもしんないですけどご視聴いただき本当にありがとうございました。